衛藤沖縄北方担当大臣は17日、秋の例大祭に合わせて靖国神社を参拝しました。安倍内閣の閣僚が靖国神社を参拝するのは実に2年半ぶりのことなんです。保守系団体日本会議にも近い衛藤大臣はテレビ東京などの直撃取材に対し、国のために命を捧げた方々に個人として慰霊のお参りをしたと語りました。それでは衛藤大臣のインタビューをノーカットでご覧ください。今回靖国神社参拝されたことについてどのようなお気持ちだったのか。国のためにですね、命を捧げた方々のところですから、慰霊にですね、のお参りをさせていただきました。で同時にですね、日本の平和とですね、国民の幸せを祈ってまいりました。現役閣僚の一人としての参拝については、他の国から批判の声が上がる可能性もありますけれども、それについて大臣の、それは上がる可能性ってのはどういうんですか。例えば中国や韓国から批判が上がる、それも個人的なことですから、そこのところは関係はないんですけども、そういう具合に言われることの方がですね、不思議ですね。各国々はみんな国のためにそういう命を投げ出された方々のところにみんなお参りしてて、それがそのことは何かっていうことはありません、はい、だから、外交問題になるとかあなたが言われることの方が、非常に不思議です。私にしまって、はい、事前に総理や官房長官には参拝されることっていうのはご連絡はされてたんでしょうか。いえいえ、閣僚として行ったわけじゃありませんから、はい、私は個人として行くということですから、誰にも相談をいたしておりません。よろしいでしょうか。ありがとうございます。